さあそれではそろそろスタンバイが整いました。看板も直りましたところで11時30分になりました。いよいよ皆さんお待ちかね、ちょっと見切れてますけれども、はい、今から呼んでみたいと思いますね。この時を楽しみにしていた方もいらっしゃるかと思います。滋賀県彦根市からのキャラクター駆けつけております。皆さんで1回で大きな声で呼んであげてください。1回しかやりませんからね。はい、いきますよ。それではせーの、ひこにゃお気に入りなんですね。はい、
ろんなもの、ヒコニャンアイテムがありますよ、ね、ちなみにヒコニャンブースなんていうのもありますね。あちらにはもうヒコニャンいっぱいのモチーフになったものもありますからね。はい、さあそれではですね、馬場さん、はい、ちょっとこちらの方にお越しいただきまして、なんかお母さんも顔がだんだんヒコニャンに似てきてないですか。そんなことない、そんなことないです、はい、白く強く一緒にいるので ねえ、もう誰よりもヒコニャンと一緒にいる宇川さんですけれども、はい、じゃあちょっとヒコニャンちょっと、はい、皆さん写真は撮っていただけましたでしょうか。ヒコニャンと、はい、カン君まで聞きさせていただきましたので、ヒコニャンの、住んでいる町ヒコネをですね、この辺でちょっと紹介させていただこうかなと思うんですけれども、はい、はい、ヒコニャンもういいか。はい、ちょっとお仕事しようか。あ、ヒコニャンお仕事もできちゃう、はい、ね、ね、頑張るぞ。お、頑張るぞ。はい、はい、じゃあヒコニャンちょっとカバン出すからね。はい、あれはヒコニャン、これはヒコニャンだもんね。お気に入りやね。お気に入りだもん ね、でもちょっとね、代わりに持ってほしいものがあるから、うん、これちょっとど、ね、どうする。はい、これいいからね。はい、はい、渋々じゃあこう大事なね、代わりにじゃあヒコニャン、はい、これを持ってください。はい、じゃあ皆さんにこれを、はい、はい、あ、見せてあげてください、はい、あ、ヒコニャンもここに映ってますね。おー、はい、顔がちょっと、お目目が見えた、ね、持ってるだけでも可愛いですね、ほんとね。じゃあ、こちらちょっと説明いただいていいですか。はい、こちらがですね、ヒコニャンの新しいポスターになっておりまして。おー、あ、これ新しいポスターですか、はい、そうですね。いつ作られたやつですか。もうつい最近出来たてほやほやですね。ここで多分出すのが初めてじゃないかな。あ、そうですか。じゃあちょっとレアですね、初めて見る方多いですね、はい、うん、これ見せれる。はい、ヒコニャンね、みんなに見てもらいましょうね。はい、まあヒコニャンといえばですね、こちら、一番ドーンと映っておりますけれども、こちらがヒコニャン城ですね。ヒコニャンもこちらのヒコニャン城で、だいたいこの8月ですと週6日、1日3回ずつヒコニャン城の方で登場しております。こうやって皆様にお会いに、全国各地も回らさせていただくんですけれども、週4日は必ずヒコニャンこちらのヒコニャン城でですね、出ておりますので、ぜひですね、お城の前で見るヒコニャンもやはりホームグラウンドというだけあってですね、はい、ヒコニャンよく似合いますので、お城の前のヒコニャンもぜひ皆さんに見に来ていただけたらありがたいかなと思います。はい、はい、大丈夫ヒコニャン、ちょ、顔全然隠れてしまって、顔が見えちゃってるんですよね。はい、ちょっとだけ顔覗くみたいなね、ちょっと覗かせるヒコニャンで、あ、目だけ覗いてるヒコニャン、はい、ちょっと右側だけ、ね、皆さんいろんな角度からいろんなアングルでヒコニャン、ヒコニャンのいないいないバーみたいな、ね、いない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 バーみたいな、いいですね。はい、右の皆さん、いない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 バー、はい、左の方も左の方も、はい、ありがとうね、いろいろ遊んでくれて、いない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 バーね、はい、なんでも、なんでもおもちゃにしちゃいますね、はい、で、ここにもうちょっとね、頑張ってね、はい、はい、あとはですね、彦根城の後、こちら夢京橋キャッスルロードというのが彦根城から大体歩いて、まあ、5分ぐらいのところにございます。はい、こちらはですね、まあ、江戸風情漂う街並みに、新しくしまして、お土産屋さんだとか、うん、あとは滋賀県近江牛とかが有名ですので、はい、近江牛の有名なお店屋さんとかが入っております。商店街のような形になっております。おお、はい、大変有名なヒコニャン、はい、じゃあ、まあ、ヒコニャンは自由にしていただいて、僕が宣伝してもつのをさせていただきましたヒコニャン。夢京橋キャッスルロードの方でですね、お城を見た後はお買い物を楽しんでいただいたり、なんかこう城下町みたいな感じ。そうですね、こちらは彦根城が築城された際に、うん、一番初めにこう城町割りがされたところで、城下町の割りがされたところでありまして、はい、そこを今新しくして観光地になっておりますので、ヒコニャンもこの間ちょっとお散歩してたね。ねえ、ヒコニャンもちゃん、まあ、お散歩したりとかさせていただいてます。うん、あとは、なんといってもこちら琵琶湖ですね。滋賀県は、はい、日本で一番大きな琵琶湖がございます。うん、湖琵琶湖ですね、ヒコニャン。
ピコニャンも琵琶湖は大好きですか？ね、大好き。ピコニャンもこの間ちょっと剣術の練習をしに、琵琶湖に行ってきた、ね、ゴリラね。あんまうまくいかんかったけど。え、ね。ね、もうちょっと中諦めたね。あー、なるほど。いやーみたいな。結構諦めは早いんでね。諦め早いね、これ。でもまあその剣術の様子なんかもですね、実はヒコニャン、ずっと昔からブログをさせていただいてたんですけれども、はい、最近はフェイスブックもヒコニャンですね、登録させていただいておりまして、はい、うん、お世話係の方が普段のヒコニャンの様子とか、こうやって外出た時のヒコニャンの様子を、まあ、できるだけリアルタイムで載せておりますので、うん、遠方の皆様はぜひですね、はい、そちらもチェックしていただいたら、ヒコニャンの普段の様子をすぐに見ていただけるかなと。今日の模様も、今日の模様も後ほど上げられたらなと思うんですけれども、うんうん、はい、そうですよね、はい。そういえば僕一つちょっと気がついたことがあって、この写真のヒコニャンと、はい、この今のヒコニャンとちょっと同じポーズ、一箇所、はい、違う場所がありますよ、はい、この辺にて。あ、そうですね、はい、これ今日、まあ、これはこれもですね、まあヒコニャン、これヒコニャン、お花ついてる、ね、花ついてますよね。ね、これもですね、実はまあヒコニャン普段から応援してくださる皆さんがですね、うん、こうやってひまわり作ってくださって、花作ってくださってとか、ね、うん、はい、いろいろさせていただいておりまして、うん、それをヒコニャン今日はね、せっかくいただいたので、ね、つけてまいりました。こんな、よかったね、ヒコニャン。嬉しいよね。ヒコニャンなかなか耳も良くてですね。はい、お名前呼ばれたらふんってそっち反応しますからね。ぜひぜひヒコニャン呼んでくれたら皆さんの方向いてくれると思いますので、呼んであげてください。ちょっと呼んでみてください。ほら、今年はヒコニャンはどういうところ行きました？リアル。そうですね、まあ、ヒコニャンどこ行った？印象に残っているところ。あちこち行ったね。うん、遠いところはどこ？一番遠いところ。入ってからですかね、まあ、関東方面ですと東京とかもまあ行っておりますし、ちょっと今年に入ってからかどうかちょっと記憶があれですけれども、まあ、出されてますけれども、福島の方にもですね、震災の支援の方でですね、ヒコニャン行かせていただいたりもしております。その時も元気いっぱいのヒコニャン、みんなにこう、そうですね、元気を与えてこんな感じでですね、ヒコニャンなんせ、まあ、皆様にゆるキャラと、はい、癒しキャラと言われてますのでですね、本当にもうそこにいてくれてるだけで元気になりますね。そうですね、やっぱりね、はい。ヒコニャン逆にまあ何もここにいることぐらいしかできないので、いこうやって それでね、お姿見ていただいて、うん、皆さんに笑顔になっていただいてね、うん、ね、もうお尻後ろ向いてね、本当になかなかの動きですね、ヒコニャン。また新しい動きを覚えましたね、ヒコニャンね。はい、小川さん、そろそろそのひまわりも渡します？はい、じゃあヒコニャンに、はい、もうなんかそれがあると安心するような、いつもヒコニャンってなんかこうカバンをね、そうですね、持ってたりね、するので、そうですか、おんこファンの方からああやってプレゼントいただいたんですか、ヒコニャンブースあちらに今日もありますけれども、はい、甲冑とかも、そうですね、まあ、ヒコニャンの場合はですね、ヒコニャンもそうなんですけれども、はい、まあ、このお城がですね、そもそも井伊家のゆかりのお城でございます。はい、ヒコニャンのこの被ってる赤い兜もですね、井伊家ゆかりの赤兜ですね、代々この国宝彦根城の藩主でありましたですね、井伊家がですね、代々現在この赤い鎧だとか赤い兜をかぶっていたところから、まあ、ヒコニャンもこうやって赤い兜、そうです、さっき温泉ちゃんの皆さんが宣伝してくださってましたけれども、うんうん、はい、その赤い甲冑のレプリカがブースの隣に置いてございますので、はい、皆さんもぜひあちらも甲冑の前でもですね、写真撮っていただいたりとか、はい、していただけると思います、はい、そしてもちろんヒコニャングッズもいっぱい、そうですね、はい、今日はヒコニャンのブースはヒコニャングッズ中心に大体20〜30ぐらいですかね、種類持ってこさせていただいておりますので、はい、はい、あとヒコニャンのパンフレットもですね、うん、このポスターと同じく秋冬版の機関誌といいまして、季節に出させていただいている宣伝の広報誌があるんですけれども、うんうん、今日朝できたものを
宅配でこちらに現地に届いていただきまして、出来たてほやほやのパンフレットがございますので、はい、出来たてほやほやのもので500ぐらいしかちょっとご用意できてないんですけれども、早い先着順ということで、はい、新しい情報を載せておりますので、ね、ぜひ彦根でご旅行をご考えの方はですね、パンフレットもそちらでいただいていただけると、はい、幸いです。ここにはドーンと載ってるオレンジの表紙のパンフレットになっております。はい、はい、新製品、新しい何かグッズとかって出ましたか？そうですね、もうグッズの方はもう毎月、毎週のようにですね、新しいのも増えてますので、ちょっと僕、なんともわからないんですけれども、この夏の時期ですね、タオルとかパン、あとマグカップとかですかね、冷たいジュース入れるマグカップなんかが、はい、おすすめかなと思います。ね、ぜひともまた彦根のブースの方にね行っていただきたいと思いますけれども、僕はね、毎年この関空夏祭りでひこにゃんと会うとですね、はい、一番最初はひこにゃんにそのポーズを教えてもらったんですけど、はい、それ以来ずっとそのポーズが見たくてね、はい、今日もやってくれるかな、ひこにゃん、ひこにゃん、あのポーズやってくれますか今日も。それ何のポーズかなってこう思ってるかもしれませんけれどもね、見たいのはね、ヒコニャンに真ん中に来てもらってね、ヒコニャンのくつろぎのお座りのポーズなんですよ、ね、あ、拍手が出ました。ファンの方も多いです。じゃあちょっと小川さんやってもらってもいいですかね、ヒコニャンね。じゃあできるかな、ちょっと頑張るだけ頑張ってみる。頑張ってみる。はい、はい、もうこのポーズだけは本当にもう可愛くて仕方がない。ではヒコニャンのくつろぎお座りのポーズお願いします。かわいい、すごいね、もうキューッと足が隠れちゃいます。ひこにゃん左の方も見てあげてください。お昼のお食事の時間が近づいてきましたんで、はい、この辺でということになりますけれども、最後にもう一度ですね、頭からひこにゃん音頭をかけていただきまして、またここにもお会いしますが、このステージは終了したいと思います。それでは最後、ひこにゃんまた皆さんのために PR ね、よろしくお願いいたします。音楽お願いします。